はい、今からちょっとね、雪降ってるので、積もってるので、少し走ってみたいと思います。さあ、雪が降ってるので、通常は走らない方がいいですが、ちょっとお試しで。あんまり、そんなに、積もってはいるけど、スタッドレス履いてれば、特に問題はないです。今出てきました。最初は静かな安全な場所でアクセル具合とブレーキ具合を確認をしてください。まあこのぐらいのシャーベットはスタッドレスを今履いてますので、今全然多分止まると思います。こういう場合は基本的に輪立ちの中を走るようにしてもらうといいかなね。強めに一回、もう全然止まります。スタッドレスなら、少しちょっとね、中走ってみましょう。急ハンドル、急加速はしないように。上り坂。前から車が来たらね、慌てずに、溝に落ちないように避けていきたいと思いますけれども、向こうがほぼ避けてないかなと。スタッドレス履いてれば、このぐらいでも、ちょっとアクセル開けてみましょう。少し、滑ってるよね。滑ってるけど大丈夫です。こういうのは怖がらないように怖がる。まあ今こんな感じですよね。なので安全なところでアクセルを強めに、でどのぐらい滑るのかを見ちゃう。もうこのぐらいだったら大丈夫。で ABS も効きますし、スタッドレスの場合は本当にその辺は全然大丈夫です。なんか思った以上にこの状態だと止まってくれますので、で住宅街の方が雪がね、残ります。で、ある程度通りがある方が、車が走って乾いちゃう、こう、びしゃびしゃになるので、走るならもう通りがあるところの方が断然ですよね。ちょっと。そうするとね、止まる場所がね、ちょっと見にくいので、まあ今この状態、ほぼ通り沿いはシャーベットです。もうスタッドレス履いてれば全く問題がない状態ですね。で、一本ね、ちょっと反れると、まあこういう感じになります。こういうとこ来た時に、少し安全な時にアクセルを踏んだり、ブレーキを踏んだりして、まあ効き具合をね、確認をしてもらうといいです。もうこのぐらいの状況でもスタッドレスだと大丈夫です。ここからね、かなり下るので、センターラインのとこだね。キャッツアイが。ここはね、かなり下ります。ここでブレーキをかけてみます。このぐらいでも今、このぐらいでもスタッドレスなら全然効きます。ここはね、ちょっと、うん、このぐらいでももう全然止まってくれますね。このぐらいの速度で
今30キロぐらいだったけど、もうほぼ普通の車のように止まることが可能なので、でちょっとこうズズッと滑るような感じになるけど、基本的にはもうほとんど普通に運転をしてるようなぐらいでしょうかね。まあ、住宅地とか入るとね、一発でこうなるので、こういうところブレーキをかけるとこれでもやっぱ少し滑る感じにはなるけど、もうそれ以上はな雪の量ですよね、これね。で、こういうカーブのところもスタッドレスを履いてると基本的にはもう大丈夫。ちょっとアクセルを踏んでも大丈夫、もう全然大丈夫。うん、で止まった時のアクセル操作だけ、この時にアクセルを少し優しく踏んであげるといいかな。これだともう本当にノーマルタイヤでは不可能な状況だけど、まあスタッドレスならもう全く問題ないですね。この車でも FF でも全くこのぐらいなら問題なく走ります。止まった時の発進、この時にねどうしてもね滑るので、このこういう下り、こういう時でもねブレーキをかけてあげるといいです。これで滑るんだけど、今みたいでもねそんなにいかない。うん、停止距離がね今ので、まあ今の10キロぐらいなんだけど、1メーターぐらい伸びるかな、2メーターぐらい伸びるかな。という感じになるのがいわゆる ABS。 もうノーマルタイヤでもうほぼ不可能。出ようとしてる車がいるけど出そうにないので戻りましょうか。なんか出てこないのでノーマルタイヤで出るのはちょっと自殺行為なので、ちょっと停止線を越えちゃった。アクセル操作だけ優しくしてあげてください。そうすると登ってきます。このぐらいでも全然。アクセル踏んでみましょう。滑りながらもスタッドレスならこう登りますね、全く問題ない。滑っても今すごい滑ってんだけどスピードは出ないんですよね。だけどもう全然大丈夫です。ゼロ発進もスタッドレス履いてれば、ここで曲がってる時にアクセルを変に踏みすぎないようにだけ気をつけてもらえればいいかなと。ある程度のところになるともうこのようにシャーベットになってるので、あ、まあスタッドレスをね、まあ履いてくださいねっていう
ことしかないかな。もうね、全然怖いことはないです。スタッドレス履いてると、まず最初に今ちょっと滑ってるんだけど、曲がりながらだとやっぱり滑るのは滑ります。なのでまあ変にアクセル踏まなければ基本的には大丈夫です。それ以外はもう大丈夫、普通に走っててもほとんど大丈夫。スタッドレス履いてれば、まあ履いてないともう不可能ですね。もう多分全然動けないと思う、こんだけ雪が積もってると。この辺の雪はあの北向きなので、今まっすぐのところはこれは通れないねこのまっすぐはちょっと通れない、ちょっと待って、このまっすぐはちょっと通れないので、こういうところでも登りながらでもスタッドレスなら登ります。滑ってるけど登ります。坂道発進もこうやってね、強く踏むと滑る。けどすぐにあのアクセルを離してもらえれば基本的には大丈夫です。特にこういう下りのところ、一回早めにブレーキかけて速度を調整しておいて、あとはブレーキの効き具合を確認しながら走ってもらえれば基本的には大丈夫です。あとはまあ止まるところだよね。止まれが一番怖いので、軽くブレーキはかけててもらって大丈夫です。滑んなければ。だから手前の方で強くかけてみると。で、効き具合を確認すると。ね、効かなかったらもうそのままブレーキをかけ続けるしかないので、早めにブレーキをかけてあげてください。ね、こういうところも。まずはカーブでは止まれないといけないので、早めにブレーキをかけて、で、ブレーキ効くのか効かないのか、それを見ながら、あとは速度が上がらないように、軽くブレーキをかけておいてあげるといいですね。だこういうとこでもずっと。だから結構止まるんだよね。2番みたい。このぐらいの坂でも全然登っていきますよ。あの、わだちがあろうがなかろうが、全く関係なく、スタッドレスは、こういう状況はもう最強ですよね。もう本当に。だからもう今、路中してるやつなんかは、スタッドレス履いてないので無理で。まあ、こういうとこで、ゆっくりと発進してあげれば、まあ全く問題ないです。はい。こういうとこも、だいたい少しね、滑るんだけど、で、こういうとこも止まれないといけないので、早めにかけてあげると。まあこのぐらいならもう全然大丈夫だよね。本当に。停止線はここだね。うん。まずはブレーキが効くのを確認。安全なところでブレーキが効くのを確認。そしたらもう止まれるので。じゃないと目の前の家に突っ込んでいってしまいますのでね。特に問題なく。このぐらいなら、スタッドレス履いてない場合にギャンブルはやめましょう。緊張感半端ないんでね。
はい、という感じで走ってきました。まあ、あのぐらいでもね、スタッドレスだったら全く問題なく、ただね、過信だけはしないようにしてください。なので、その時の道路の状況っていうのが場所によってね、日陰だと凍ってるとか、そうじゃないとか、いろんな場面があったりしますので、なので、まあ、そういう状況をね、確認して、まずはね、ブレーキをかけてみると、強めにかけてみる、アクセルもこのぐらい踏んでみるってやってみて、それで、その路面の状況、安全な時、対向車がいない、歩行者とかもいない、ね、そういう状況。特にまっすぐな状況の時にやってあげるといいかなと。カーブの時にね、滑っちゃったら終わりなんで。で、ノーマルタイヤの時は走らないようにしてあげてください。という感じです。